キングマンは、イギリスの競争馬シュボバ。鋭い追い込みが武器で、デビュー戦以外は、バシュのハーリード・ドビン・アブドゥッラーの主戦騎手である、ジェームズ・ドイルが騎乗している。2歳のデビュー戦を6馬審査で圧勝後、続く、G3 ・ソラリオ・ステークスも勝利し、重賞競争を初勝利した。その後は、ジャン・リュック・ラガルデイル賞を目指したものの、関節部の故障により回避。 休養することになった。翌年3歳になると、初戦の G3 グリーナムステークスを4馬進反差で解消し、2000ギニーの本命と注目される。しかし、一番人気で挑んだ2000ギニーでは、グリーナムステークスで下したナイトオブサンダーにゴール直前に差し切られ雪辱を許し2着と敗戦し、これが初めての黒星となった。 続くアイリッシュ2000ギニーではコバ審査で圧勝し G1 発制覇を飾ると返す派で挑んだセントジェームズパレスステークスでは2000ギニーで敗れたナイトオブサンダーを差し切り2と1、4馬審査で解消した。さらにコバとの初対決となったサセックスステークスでは前年度覇者のトロナドとのヨーロッパマイル戦線の頂上対決と目されていたがこのトロナドを1馬審査し切って勝利。 続いて、フランスへ遠征し、ジャックル・マロワ賞に出走。ここでも、当年のロッキンジ・ステークスを勝ち、コバのマイル戦線の有力馬である、オリンピック・グローリー以下を最高峰から差し切って、勝利した。イギリスのマイル競争の最高峰である、サセックス・ステークスと、フランスのマイル競争の最高峰である、ジャックル・マロワ賞を、同一年で制覇した馬は前例になく、 キングマンが史上初の快挙を成し遂げた。その後クイーンエリザベス2世ステークスを目標に調整されていたが、喉の感染症を発症。参戦を検討していたブリーダーズカップマイルも回避し、そのまま引退することが決まった。引退後はイギリスのバンステッドマナースタッドで種ボバとしてつなぎようされる。2014年11月11日に、 同年度のカルティエ賞最優秀三細胞馬及び年度代表馬に選出された。以下の情報は JRAVAN 及びレーシングポストの情報に基づく。太字は G1 競争。ありがとうございます。